はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思いますこのチャンネルでは私が1日1冊本を読んでその内容や感想をレビューしていますで普段はビジネス書について読むことが多いんですけれどもその他のジャンルについてはこの動画の説明欄に再生リスネーのリンクが貼ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいで今日ご紹介する本はこちらの夢を叶える像と いうタイトルの本になりますでこの本はですね確か、えっと、YouTube で、えっと、マコナリ社長の、えー、動画を見て確かおすすめだったと言っていたので、えー、購入した本になります。でえっとまあ、ざっくりした内容としてはですねまあ、この表紙にあるま像、あ、ですね。で像の神様なんですけれども、まあ、あのインドとかで有名なガネーシャというま像、あの神様を、えーまあ、イメージした神様が えー、登場してましててまあ、主人公に対してこの象の神様が、えーまあ、こういうふうにした方がいいああいうふうにした方がいいっていう、まあ、アドバイスをして、まあ、主人公を成功に導いていくという内容になっています。で まあその神様といってもですねビシッとした神様というわけじゃなくて実は結構どうしようもないダメなやつあのふざけたダメなやつとしてこの神様っていうのをが描かれてまして、えー、まあ関西弁で話すとかうさんくさいとかですねまあ、お金をこう持っていってしまって使ってしまうとかまあそういうこうふざけたところがありつつも、えー、まあ歴史上の偉人とかのまあ言葉を引用しつつですねまあ人生で成功していくためにはまあどういうことをやっていく必要があるのかっていうのを、えー、まあ主人公 のの日常ととともに書いているといてるう本ですですあのたくさん付箋がつけてあってあこれやっぱそうだなと素晴らしいなとこういうことやんなきゃいけないなというふうに思う内容がたくさんあったんですけれども、まあ、今日はその最後にですね、まあ、まとめみたいな形で「ガネーシャ名言集」というふうに書いてありますので、まあ、そこからいくつかご紹介をしたいと思います。で例えば一番、えー、最初に書いてあるのは「まあ、靴を磨くっていうことが重要ですよ」というふうに書いてあって。 えーまあ、例えば自分が会社に行く時も営業で外回りする時もカラオケでバカ騒ぎしている時も、まあ、靴は気張ってお前を支えてくれとんのやと。 そういうい自分支えてくれてるものを大事にできんやつが成功するかアホというふうに書いてあります。でまあちょっとこう言いぶりとかですね、まあ、説明はちょっとこう、あのー、砕けた感じで書いてありますけどやっぱりまあ自分が、えーまあ普段身につけているものを大切にするということの重要性を説いた章ですね。でそのほかにも、えーまあ、会った人を笑わせるとか、えー、トイレ掃除をするとか、えー、決めたことを続けるための環境を作る自分が一番得意なことを人に聞く。 運がいいとと口に出して言うと身近にいる一番大事な人を喜ばせる、まあ、そういった、えーまあ、人としてあるべきまた人生で成功するにあたって、まあ、必要なところをですね、えー、書いているんですけどもあのこの本の,、まああの非常にいいところ、まあ、こう心に残るところっていうのはやっぱりそのこう関西弁でこのガネーシャがまあ語っていてこうやっぱりより身近な形でこう書かれているというところじゃないかなというふうに思います。 えー、例えば人間中ちゅうのは不思議な生き物でな自分にとってどうでもいい人には気遣いよるくせに一番お世話になった人や自分を一番好きでいてくれる人つまり自分にとって一番大,大事な人を一番存在に扱うんや例えば。 おや,やとか書いてあるんですねで、まあ、こういう風に言われるとですねああ確かになっていう,うにこうに自分の心の中にこう深く刺さるような感じで、えー、読めて、まあ、かつあの普段は結構コメディタッチというかひょうきんなタッチで書いてあるのであんまりこう哲学書とか、えー、と自己研鑽書みたいな感じで読まずに読み進められる、まあ、非常に面白くかつ内容の、えー、こういう本でした。ここの本のの本本最初ににもも確か書いてあるんですけども、まあこの本に流れ この本の中に書かれてることを是非、まあ、実践してくださいというふうに書いてあるんですけども、あのーまあ、もちろん全ていっぺんにはできないと思うんですけれどもその靴を磨くとか、まあ、募金をするとか人に感謝をするとか、まあ、そういうあの日々できるけどやらないことみたいなことが書いてありますので、まあ、あの自分もですねこの本の中に書かれてることを、まあ、少しでもいいから一個一個実践していって、まあ、より幸せな、まあ、あの納得感の高い人生にしていければいいなというふうに、まあ、思いました。 今日は以上になります、えー。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をいただけますと励みになります。はい、それではまた明日。